皆さんこんにちは、ケンです。マミです。私今ね、自転車屋さんで働いてもう3年以上経つんですよ。実は8月ね、2年実務経験して修理業務とか、っていう人だけが受けれる自転車技師安全整備士、技師と安全整備士っていう2つの資格があります。似たようなもんなんだけど、技師はどっちかっていうと自転車のもう整備、メンテナンスの筆記、あと実務、あとはもう同じく安全整備士も同じ共通なんだけど、自転車の組み立てと、あとは道路交通法とかね、自転車の販売知識、はい、まあ、例えばライトがどんだけ前を照らさなあかんとかね、2つ受けたんですよ同時に、めんどくさいから同時に2つ受けて、で8月に受けましたと、最短で受けたんですよ。もう最短で、あ、もう2年か、実務経験2年ですぐ受けて、資格を、受けれる資格を獲得して、すぐに受けれるタイミングで受けた。で、合格しました。おめでとうございます。遅くなりましたけど、10月に発表あったのかな、でそこから、ちょっと娘のことがあって、すごい忙しくて、なんか撮影できないんで、で証拠、これこっちが自転車技師証明書、で、バッジとちゃんとカードもらったし、こっちは安全整備士、バッジとカードもらって、バッジじゃねえカードもらって、ちゃんとエビデンスあるんで、エビデンスいや、多分俺らの動画しか見てない人ね、動画しか見てない人は、あ、これは、ご報告って動画あげたじゃん、未経験とか不妊治療とかね、いろいろ語ってる動画あるんだけど、落ちたなあいつって絶対思ってると思って。え、なんで？だってもうちょっと受かったら、また報告しますみたいな。はい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 。あ、そうやって言っててんけんな。言ってた気すんやって。はいはいはい。そうすると、インスタ見ない人だと、もう、あいつ打ってたなみたいな。あー、そうなるんや。そうなるんちゃう。うん、だって言わんねえで。気づいてないかもよ。あ、もしくはね、そうね。あんま重要なことではないんですけど、YouTube 始めた理由もそうだし、自転車に転職した理由もそうなんだけど、そのライブ配信やってんだよ、一回。その時に、これが目標ですって言ってたの。最短でこれ撮って、とは言っとったかな。言ってた。もうこれ目標で、マーケティングとか、営業とかじゃなくて、現場に入りますと。で、お見事、目標を達成した。そうだね。最短で。で、今私34歳です。で、30代超えてから、未経験で、もうそんな自転車学校も行ってないし、2年間もがむしゃらで、会社の業務を覚えることだったり、自転車のことを覚えることだったり、すべて勉強とか、自転車につぎ込んで、やってきたんで、熱意はね、結構あって、別に苦しまずに、簡単に合格したというか。で、この試験って両方とも毎年、合格率が大体5割。50%。2人に1人落ちるかなっていうような試験。もしくは3人に1人。結構難しいんじゃない？で、そんな30代のおっさんで、一発で受かったっていうのは、この試験どんな、本当に難しいのって話をちょっとぶっちゃけでしたいと思うんだけど、めちゃくちゃ簡単。簡単な？あ、申し訳ないけど、この試験落ちる人、受かる人っていうのは、やるかやらないかな。はあ、そういうことね。で、80分以内に、ある程度もうバラした状態から、お客様が安全に乗れる状態まで。チェーン落ちしたらもう落ちるし、試験不合格やし、ブレーキが効きっぱなしだったら不合格やし、っていう厳しい条件がある、自転車の組、ホイールも組まなあかんっていうね、手組みでね。で、それで落ちる人がほとんどやと思う。ああ、組み立てってことね。で、筆記に関しては、筆記に関してね、ぶっちゃけね、簡単。簡単っていうのはやればできる。ただ、最初分からんこと多いから、分かる人に聞いた方がいい。用語とか。教養状態とかさ。あとは、私の勉強法、誰かに協力してもらってね、例えば、妻にですね、問題出してもらって、答え合ったりとかしたと思うんだけど、電話とか、直接。そういうことをして反復したりとか、すれば、
実技じゃなくて筆記は必ず受かる。で結構厳しい試験で、うん、あのやっぱお客様に安全に乗ってもらうために実技を特に厳しいんだけど、工具忘れた、うん、完成しなかった、うん、バラシの状態で悪かった、あの、うん、例えばリフレクターついてないとか。あ、それは何、もともとの、もともとなんか紙に書いてあるの、あの、うん、心得みたいな、うん、これとこれとこれは絶対つけてきなさいよみたいな。ああ、自分で持っていくの？持っていく。自転車を？自転車準備して持っていく。あ、で、その心得を守れてない人、要はちゃんと読んでない人、うん、マニュアルをちゃんと読めない人は落ちる、うん、あ、もうその時点でもダメなの？工具忘れたりね、できなかったりとか、うんうんうん、だから準備不足の人がほぼ落ちるような試験。もっと難しい試験さ、うん、世の中にたくさんあるからさ、うん、だからこの試験って私なりの解釈すると、うん、試験までのいかにやったかやらないかが合格するかしないか、うん、もう準備が95割。95%。自分はそう思ってる、うん、だって試験に受かってるし、うん、あのそうやな、うんうん、説得力はあるよ。95割です。95%はもう準備が 95% で試験で決まる。残り 5% はもう運。うん。運なところがあって。あで、まあ、私、車輪組とか、うん、もう初めてやったし、うん、あの、全部、もう何十回ってやってて、うん、時間も80分とかなんだけど、うん、もう何十回ってやってるから、もう分かるの。例えば、リアディレイラーの調整とかフロントディレイラーの調整も、ネジある程度開放した状態とかで締めたり緩めたりするんだけど、うん、もはや自分の相棒となってるわけだから、もう分かるの、感覚で、うん、体が覚えてる、あ、こんなぐらいみたいな、もう分かる分かる。そう、それもあるし、あの、あとは私その車両レンタルしたんだけど、会社から、うん、もう前から整備士受ける人たちのやつの、うん、やつの、受け継ぎだからボロボロだったの、締め込みすぎたりとか、これ一回でもパコって動いたらこう不合格だし、うん、こう乗った状態でバッて試験管、うんうんうん、だからそういったクランプした部分とかハンドル変形してたりとかブレーキがもう摩耗してたりとか、うん、そういったとこは全部新しいパーツ、うん、精度のいいとかじゃなくて新しいパーツに変えて、うん、自分が扱いやすい仕様にした、うん、で変速機も心得とか見てもらうと、うん、まあ、条件ある。6段変速異常とか、なんかいろいろ条件が、うんうん、まあ、今で適当に言ってるよ。うん、あるから、それに合ってれば、どんな変速機使ってもいい。例えば、ラビットファイヤー式って言って、うん、ボタンでカチカチ変速するタイプだったり、うんうん、昔ながらの、なんていうか、今もなんか、子供車とかにもいいんだけど、カチカチみたいな。レボシフターってやつ、うん、あって、最初レボシフター仕様が回ってきたんだけど、うん、いや、レボシフター仕様、俺、確かに遊びがあって、うん、レボシフターの方が合格しやすいなと思ったんだけど、うん、ラビットファイヤーにしたりね、うん、自分そっちの方が多分好きっていうか、うん、でもラビットファイヤー遊びが少ないというか、カチカチカチって変速するようにして、うん、レボシフターガチャ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 やから、うん、まあそういうのも自分の好きな方で極める、うん、あと今最初に言ったホイール組み、これができるかできないかで合格率変わるんだけど、うん、ホイール組みがまあ最低30分以内で組めたりしないと後が厳しいかなとか、ああそういうだから目安の配分っていうのがあるわけね。そうそうそう、必勝法みたいなあります。でこれ見てる人何のこっちゃって思うかもしれんけど、うんうん、受ける方も見てると思うんで言うと、うん、やれば受かる試験です。なるほど、まあだから準備さえ万全にしとけば、うん、受かる、当日行けば受かるみたいな、うん、で、そうそう、うん、さっきも言ってるように、これは、別に受けなくても自転車が開業できたりできるんですよ。うんうんうん、うん。ただ、社会の信頼性も違うし、うんうん、まあ、TS 保険とか、付けれたりとかもするわけなんだけど、うん、まあ、保険付けれると思って簡単に言うと、自転車に。これは、トレーニングです。我々自転車の修理とかメンテナンスしてる職の人たちが、うん、いかに、ミスをしないかという忍耐力だったり、うん、読む力だったり、うん、そのマニュアルにとって沿って、うん、ちゃんと忠実にやったりとか、うん、トレーニングだと思ってます、うん、なんで、
まあ自転車屋さんこれなくても開業できるし腕のいい人はいるかもしれんけど、うん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 、必ずトレーニングになるし、その筆記試験で本を読んだことによって学ぶことも多いし応用できることも非常に多いんで、うん、自転車業界にいてそういう修理業務にしてる人は必ず取った方がいい。うん、まあなんか今までやってきたことの結果が一応残るっていうか、そうだね、うん、そういうのにはなるんかなって気はするけど、むしろ就職する前にあのこれ勉強した方がいいんじゃないかって思うレベル。うーん、で結構難しい用語とかはあるけど、うん、やればできる。うーん、うん、それは俺ネットでめっちゃ調べたもん、わけわからん言葉めっちゃ書いてあってさ。ああ、やっぱりそのずっと業務してても関係ない関係ない、わからん言葉とかって出てくる。めちゃくちゃあるよ、めちゃくちゃあるよ。ああ、何やこの言葉みたいな、ややこしいなとか。で勉強期間なんだけど、うん、大体毎あの8月に試験があるんだけど、うん、ね、2月から勉強してて、うん、大体3ヶ月でも合格ラインには行ってかな。3ヶ月、5月ぐらいにはってこと。2、3、4、5月にあの模擬試験みたいなやつをね、うん、やって、うん、もうその時点で筆記は両方とも合格ラインまで来てて、うんうんうん、実技もまあそこそこギリギリできるみたいな感じ、うんうんうん、から最終的にその3ヶ月必死で勉強したわけよ、うん、仕事しながら、うん、仕事終わりとか、うん、まあ、それこそテレビも一切見てないようなぐらい勉強して3ヶ月で、うん、あの合格ラインまで来ました。であとの5月、 1日ごめん何時間ぐらい勉強した。1日何時間とかじゃないね俺の場合、もうそんな嫌になるから、うんうんうん、週に3回とか、はあ、うん、そんなぐらいで、うん、組むのも2週間に1回とかかな、練習は。うーん、大変のよ、あれ80分かけて組んだり。そうな、まあ、そのまとまった時間がないとちょっと厳しいよね。2週間に1回やったりとか、ただ車輪組は1週間に1回ぐらいやるといいかも。うーん、うん、まあ、要はそこがやっぱ肝なんや。うん、要は今5月じゃないですか、もうすぐ。そうだね、あのあと8月まで3ヶ月あるから、うん、今から勉強しても間に合う、本気であればね。うん、でこれやればやるほど絶対受かる試験だし、うん、必ず身に結ぶから、一夜漬けとかやったら全く意味ないと思うし、うん、何やったら受けん方がいいし、うん、で2つの試験合わせて3万いくらぐらいするんよ、うん、試験受けると、うん、でもったいないじゃんお金。そうだね、だから絶対1回で受かった方がいいし、うん、自転車を持ってかなあかん試験ってすごい面倒い、もうこれとか工具とかを持ってって絶対にやった方がいい。あのだから絶対一発受かってほしい、うんうん、これ見てる人は。そのだから一番筆記試験の方ではどういうところを勉強しといたらいいとかってあるの？自転車技師と安全整備士どういう試験かっていうと、自転車技師ね、ちょっと物理とか、うん、あとは、まあ、専門用語のこととか、うんうん、自転車で使われてるボルトでどこが焼き入れしてるとかね、うん、なんかいろいろあるんだけど、うん、まあ、ちょっと理系より、うん、で自転車技師、うん、取っかかりは難しいって思う人ほとんどないよ、まあ、書いてあることわけわからんのよ、うん、こと多いんだけど、うん、覚えれば100点取れる。うーん、あ、もうじゃあ割と決まってるってか、まあ、感じ、もう決まってる、出そうな問題、何が出るか決まってるし、うん、新しいの出たとしても教科書から必ず出るから、あ、必ず教科書から出る、そんな難しいのない。はあ、じゃあ教科書丸暗記したらいけるぐらいのレベル。余裕。なるほど。でこういうそういう試験だから、やればやるほど絶対 100点取れる、これは。うーん、でこっちね、安全整備士は2択ね、うん、2択っつうのは丸か×かね、うん、丸か×かだから運でもいける可能性はあるけど、はいはいはい、内容としてはあの道路交通法とか整備のことだから、うん、なんていうの、自転車じゃあ自動車の、うん、筆記覚えてる、自動車の、ああいうイメージ。普通に、だから、あ、日本語、日本語とか言葉で紛らわしいっていうのと、数値変わってたり。5メートルなんか15メートルなんか、5、10、15とかめっちゃ出てくるから、その数値が変わってて、引っかかったりとか。うん、だから引っ掛け。引っ掛け問題。でも運でもいける可能性はある。なるほど。取っかかりやすい。うん、こっち難しく思うけど、やればもう簡単。100点こっちの方が取れる。どっちも70点やったかな、合格ラインが。まあ自転車の組む方で落ちる人多分多いんやって、できなくて、うん、80分以内に、うん、やっぱそれはやってない
やと思う。あ、見られてない。あか運気まで 5% の運が悪い、はいはい、何か壊れたとかね、うんうんうん、でもその前日に、私前日じゃないな、前日、前日か、うん、前日に自転車のチェックしたんですよ、分解、うん、でちゃんと全部外せるかとか劣化品ないかとか、うん、見た上で持ってってるから、でチェックシートつけて工具忘れ物ないかとか見た上で持ってってるから、うん、準備は完璧にしてたし、うん、で中にね、まあ、自分の職業って周りも見渡さなあかんわけよ、うん、で試験中も周り見渡したわけよ、結構心の中で余裕だったから、うん、外せないとかあったからね、サドル外せないとか、ペダル外せないとか、その分解時間25分っていう間とかに、うんうん、それって事前にチェックしたのかなとか、はあ、確かに思っちゃうわけ。今から試験勉強始めますっていう場合、どこから手をつけたらいい？実技の方、筆記の方。まあまず囲まれてください。囲まるんで、うーん、ただ囲まんだけやってもギリ6割ぐらいです。過去も3年分とかあるんだけど、うん、毎年のように改定されていくの、うん、数値は、うん、あ、今までここの例えばタイヤとここのクリアランスが何ミリまでなら OK とかっていう項目とかもあるんだけど、うんうんうん、そこがだんだん広がっていったり、安全、はいはいはい、だから過去問は数値が違う可能性があるんよ、うん、なるほど。ですから必ず教科書は丸暗記する勢いで読んでください。教科書まず読む。特に自転車技師の方は教科書丸暗記を読む、うん、まず教科書読むってことね。読み込んでください、うん、で過去問は過去問で絶対やるんだけど、うん、過去問って何が出るか分かるから、うん、だからどういう雰囲気かとかってことね。まあ6割同じ試験出るわ、過去問と、うーん、で残り4割は教科書の中から出るから、うーん、こう晴れの日ブレーキかけた時に何メートル先で止まるかとかね、うん、なんかそういうのとかいろいろあるわけよ。うーん、で自転車技師はやればやるほどもう合格率、うん、上がります、うん、安全整備士は寝っ転がって本読んで見るぐらいかな、うん、なんか特に計算問題とかあるわけじゃないから、うん、本読んで、うん、自分でやってみたりね、うんうんうん、自分の自転車で試してやってみたりとか、うん、そういうシチュエーションの道路行ってみて確認したりとか、うん、まあ、そこまで全然いいの、本読むだけかな、うん、今やって丸バツだから、うん、とにかく数字に引っかからんように、なるほど、言葉と、うんうん、それが引きね、うん、で実技、うん、車輪組、うん、6割車輪組、もう6割、まずそこ特訓生徒、車輪組しかやるな、もう車輪組は30分以内や、もう、うん、最低早い人は20分以内、慣れたら人気でもできるから、もう、うん、おもうわーってわーってで、ミスしても30分以内でできるから、うん、組み方間違えても、うん、修正も含めて30分でできるようになるぐらいかな。うん、悪いけど車輪組がもうキモ、うん、ごめんね、買ってよかったなってやつ、やっぱ投資って必要ないよね。ホイールの触れを見たりとかするような、うん、ホイール組に必須なものなんだけど、うん、触れ取り台ね、うん、このパーク2のやつマジでいい。もう簡単に言うね、ちょっと難しい理論を解いてセンター出る、はいはい、もうそれだけです。で普通のものだとこの触れ取り台プラスこれで、うん、こうやってちゃんと均等化、うんうん、こういう風に見るんだけど、うん、これ見なくてもいい。これをちゃんとすれば、うん、ちゃんとこれ使う前にちゃんと整備してます、うん、でやれば楽です。うーん、車輪組が速くなる、うん、ちなみにこれは試験会場に持っていい？持っていた、これも持っていて、だから試験会場まで自転車3往復ぐらいしてる。だからそんなすごいめんどくさい試験なんですよ。だから絶対よかった方がいい。うーん、これはもう持っている人と持ってない人といるの？工具自由だから。はあ、そうなんや。電動も使っていいし、俺は手でやるんだけど。うん。まあ投資してその分受かるのに近くなって、うん、合格に近づいたという。そうね。あとはやるにあたって、うん、車輪組ってその試験受けるにあたって初めて覚えたことなんだけど。うん。自分で車輪組んだよ、トップストーンのホイール組、うん、だからああいう経験も結構生かされてる。はあ、辛いから同じことばっかやってると、うんうんうん、だからたまに違う思考で、うん、でも関係あるようなことをするとより深く覚えれるというか、なるほどね、理解が深まる、うんうん、だからこういう工具は、うん、
いいの投資した方がいいです。これだけじゃないんだけど、アーレンキーもそうだけど、うん、工具大事かな。だからお金すごいかかるんですよ、この試験。そうかもしれんね、うん、会社の補助とかないとこやと、うん、きついと思う、うん。一番苦労したのは車輪組絶対車輪組って言うと思うよ。ほとんど車輪組って言うと思うよ。そうなんや。初めてやる人はね、うん、じゃあそこが得意な人は結構楽。得意な人すごいよ、うん、あのね、こう均一に回せないわけ、うん、回してるつもりでも均一じゃないわけ、うん、だからこう触れるって、うんうんうん、これがロボットみたいなやついるんよ、僕までに。もう一個一個やっちゃっただけでもうできましたみたいな、20分切るような天才は、精密作業できる人はいるよ、世の中に。あとはその予備のパーツ、スポークとかチューブとか持ってっていいし、車輪組みする前にスポーク調の長さは必ず測った方がいい。自分で測定して、もう全然ちぎるよんけってなったからね。で、自分でスポークだけ発注してこう測って完璧な状態にした。だから言ってるように準備が9割95% ね。自分の相棒となる自転車はもう友達みたいなもんだから、ミスるわけないんよ。それが3ヶ月、うん、まあ、あの筆記も筆記もやれば、あとはぶっちゃけそんな1週間に1回勉強するかしないかぐらいで、うん、試験前にね、あのアムちゃんとライドしたりね、うん、ああ、だって試験前にだって出産、そう誕生してるしね。出産もしてて、あの結構忙しかったし直前は勉強が全然できんぐらいのレベルだったけど。あとは、これから受ける方に一言最後に。年齢関係ないんですよね、30代でも60代でも、うん、3ヶ月みっちり勉強すれば必ず受かります、うん、で未経験、もうど素人でも必ず受かります、うん、頑張れば。ただもう分からんこと多い、本当に、うんうん、頑張ってください。はい、証明しました。はい、間違わないでほしいのが、これ持ってるからってすごい整備士なわけじゃないんですよ、うんうんうん、それ勘違いしないでください。持ってなくても、うん、やべえ人いるし、うん、まあ、持ってると社会的信用があるっていうこと、うんうん、勉強して今熱弁したかと思うんだけど、うん、これ持ってる人はもう絶対勉強するのは受からん試験だから、うん、運では受からないんで、うん、持ってる人は勉強してるからある程度の知識はあります、うんうん、それははっきり言えます。そこの信頼にはつながるよね、うんうん、勉強した人なんやなっていうね、まあ、そう。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。